葉に色があるなら、もどかしい思いもしないけど、目には見えないだから伝える、努力をするのかも。形のない心や感情を君と通わせ合えたこと、奇跡みたいな出来事だから大切にしたいよ。触れ合うことで傷つけ合ったり、怖くもなるけれど、勉強しても何も始まらない。待ってる時間がもったいないよ。もっとちゃんと言わなきゃ伝わらないよ。信じてる人だからこそ、もっとちゃんと向き合って、目と目合わせて、気持ちをつけてみよう。君の情熱の色が伝わる日まで、旅をしよう。